こんにちは、みすずです。今日は小麦粉なし、米粉なし、ホームベーカリー任せのおからパン、おからケークサレをご紹介します。ケークサレとは塩味のお食事ケーキのこと。今回は中にソーセージ、チーズを詰めて焼いていきます。今回の栄養素はこちら。これは全体を8個にカットした1切れ分、画像の1切れ分ですね。この栄養素になります。ソーセージは信州ハムの無塩石ポーク粗挽き、こちらの数値で計算しています。今回はパナソニックホームベーカリーの SD-MDX102、 こちらに搭載されているクイックブレッドコースを使用していきます。ただ他社のホームベーカリーでもケーキコースがあるものだと焼けるかと思うので、一度ご確認ください。またホームベーカリーがなくてもボウルに材料を入れて混ぜて型に流して焼くという方法でも作れますよ。同じ作り方で過去におからコーンブレッドというのをご紹介しているので、概要欄にリンク貼っておきますね。自分で混ぜて型に詰めて焼いた方が出来上がりが綺麗な仕上がりになります。ただホームベーカリーを使う利点は、混ぜなくていいのでとっても手軽に作れるという点と、あとボウルを洗わなくていいので楽ちんというところにあります。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピは後ほどブログに書きますので、概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見に来てくださると嬉しいです。材料はこちら。今回加える生クリームですが、卵と合わせて 80g になるように計量していきます。なので使う卵のサイズによって生クリームの分量は若干変わってきます。また加える具材は100から 120g の間でお好きなものを加えてあげてください。今日の流れ3ステップ。今日はまず材料の準備、材料を計量してパンケースに詰めます。次に焼きます。ホームベーカリーをスタートさせて焼き上がりまで待ちます。最後に寝かせます。おからケーキはとっても崩れやすいので、焼きたてをカットするのではなく完全に冷めるまで待ってから切ってあげてください。では作り方です。まずは具材を切ります。ソーセージ 70g 無塩石のものを使用しています。輪切りにします。切り方はお好みでもっと細かく刻んでもらっても OK です。私は断面でソーセージが主張してほしいので大きめに切っています。次にプロセスチーズ 50g、 こちらも角切りにしておきます。ソーセージの代わりにベーコンを入れてもらってもいいですし、お野菜を加えてもらってもいいですよ。野菜の場合は生のまま加えると水分が出てしまうので、茹でたり炒めたりしてもらってから加えてください。卵を計量しましょう。はかりの上にボウルを乗せて、その中に卵を割り入れます。卵をよく溶いたら 80g になるように生クリームを注ぎ入れましょう。生クリームは今回乳脂肪 35% のものを使用しています。また卵、生クリーム冷蔵庫から出したてで大丈夫です。ヨーグルトは 65g、 生おからは 180g、 乾燥おからを使う場合は牛乳を加えて生おからのような状態に戻してから 180g 計量して使用してください。無塩バターは角切りにしておきます。では材料をパンケースに入れましょう。まずは液体から。卵と生クリームを注ぎ入れてヨーグルトを加えます。ヨーグルトはプレーンヨーグルトを使用しています。おからを加えましょう。今回はおからケーキなのでおからを加えていますが、同じ分量で薄力粉でも作れますよ。ベーキングパウダー 5g と無塩バター、先ほど角切りにしたものですねを加えます。お塩 2g、 ソーセージとチーズを入れます。ソーセージもチーズも塩気があるので、今回生地の塩は 2g 加えていますが、使う具材によってお塩の分量を若干調節してあげてください。ホームベーカリーにセットします。クイックブレッドコースは23番です。こちらを選択して焼き色を淡いにしてスタートさせます。焼き色淡いにしても結構良い焼き色がつきます。スタ
タートさせると2分後にブザーが鳴ります。一旦蓋を開けましょう。こんな感じでボワッと生地が飛び出ているので、ここでゴムベラで整えてあげてください。金属ヘラを使うと中のフッ素加工が傷んでしまうので、ゴムベラを使ってあげてください。整えたら再び蓋をして、もう一度スタートを押すと1分後に再びブザーが鳴ります。真ん中に空洞ができてますよね。この穴をしっかりと埋めてあげてください。ただ埋めるだけではなくて、ちょっとザクザク下に生地を押し込めて、中に空洞ができないように注意してあげてください。あと表面を平らにならします。小麦粉のこの時の状態がそのまま焼き上がりの状態になるので、ここで綺麗に整えておいてあげてください。終わったら蓋をして再びスタートボタンを押します。あとは焼き上がりのブザーが鳴るまで待ちましょう。ブザーが鳴ったら火傷に気をつけ取り出します。結構熱いので注意してください。そしてかなり崩れやすいです。普通の食パンのように焼きたてをトントンやって取り出してしまうとポロッと崩れることがあるので、完全に冷めるまでボウルなどを上にかぶせて乾燥しないように冷ましてもらって、手で触れるぐらいになったらそーっと取り出してあげてください。こんな感じですね、取り出せました。このようにおからケーキ結構ちっちゃめになります。同じ分量で小麦粉で作ったのがこの写真の状態なのですが、それに比べると高さ半分ぐらいになります。ラップをかけて冷蔵庫で保存しましょう。今回は一晩置いています。しっかり寝かせてあげると綺麗に切れますが、まだちょっとぬるい生温かい状態でカットしてしまうとおからがポロポロ崩れるので注意してあげてください。お好みのサイズに切ります。今回は全体を8切れにカットしています。冷蔵保存してもらってもいいですし、一切れずつラップに包んで冷凍保存でもいいですよ。朝ごはんやおやつなどにどうぞ。これで完成です。器に盛りましょう。付け合わせは紫キャベツのマリネにキャロットラペ、プチトマト、クリームチーズ、生クリームを添えています。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は小麦粉なし、米粉なし、ホームベーカリー任せのおからパン、おからケークサレをご紹介しました。今回はソーセージとチーズを詰めていますが、その他お好きなもので試してみてください。ブラックオリーブや人参、ほうれん草など色の濃いものを入れると断面が綺麗になります。生のお野菜入れる場合は一度茹でたり炒めたりしてから加えるようにしてあげてくださいね。まだ詳しいレシピは後ほどブログに書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。